皆さんこんにちは、ケワイシヒデです。今日はケワイシヒデからワンポイントアドバイス。まず皆さん、何かこう美術館とかに行って絵を見たことありますか？絵画を見てこれすごいなってこういうふうにね、分かる人、まあなかなかね、そうやと思うんですが、僕なんかあんまりその内容とか、ね、知らないんで、どこが変かなっていう、もう本当に感覚だけで、フィーリングだけで見てるんですけども、もしこれがですね、あなたの目の前にいてる、まあ大事な、まあ女性にしたって男性にしたってそうなんですけど、大事な大切な人だとします。その大事な人が、まあ、絵画としたらどうですか？どこを見ますかね？なんかどこがええんかなみたいな感じで見ますかね？それともなんかフィーリングで感じますかね？で、僕が提案したいのは、この絵画を見た時にまずこの絵画の歴史を知るということ。例えばどういう特徴で、どういう人が描いたものであって、まあ、どういう背景、時代背景の中で描かれた絵画なのかと、これを知るとですね、なんか見え方が変わりますよね。そのいわゆるその絵画を知るということによって、その絵画の魅力を知るということになります。これは人間にも一緒やと思うんですね。例えばそのメイクを見てですね、大切な人のメイクを見て、女性が女性のメイクを見てもいいと思うんですね。そのメイクを見て、その彼女の例えばその歴史、いわゆるその生い立ちとかいろんな部分を知った上でこのメイクを見ていくとですね、そのなんでいろんな魅力が見えてくるわけです。で、逆に生い立ちとか全くその知識がない状態でも、ある程度メイクを見てしっかりと見てあげることによって、それがバックグラウンドが見えてくるという場合もあるんですね。まあ、ここはその心理学的に、まあ、僕のコミュニケーションメイクの中では、相手の例えば眉の描き方とか、例えばその全体の雰囲気があまりこう派手でなくって地味な感じで、まあ、ナチュラルな感じでやってる方、逆にですね、ものすごく華やかにして色使いをしている人、もしくは、まあ、ラインがすごくはっきりさせ、まあ、させたいというか、まあ、アイラインにしたって、眉のラインにしたってすごくこうクールで決めたい、まあ、こういういろんな特徴があるんですね。この3つの、まあ、ある程度のそのパターン、メイクの特徴を知っていただくと、その方々のですね、ある程度価値観とか、まあ、考えていることとか、それからまあこういう趣味嗜好があるということがですね、ある程度読み解けてくるわけです。で、それでご自身がこう調整をしながら会話していくとですね、まあ、自分の価値観を押し付けるんではなくて、相手のことを見ながらいろんな会話がスムーズに運ぶということで、コミュニケーションが深まりますよというのが、このコミュニケーションメイクの特徴なんですね。また、その一つ一つは詳しくやりますんでね、まずはガイドラインだけ、知っていただけたらと思います。相手の顔を見て、相手を知って、そして相手の、魅力を感じてくださいということでございます。ということで、今日はケワイシヒデのワンポイントアドバイス、これで終わります。またごきげんよう、お会いしましょう。